パクさんはあまり女性キャラの声をされたことがないとどこかのサイトで見たのですが、はい。今までされてきたキャラではやはり男性キャラの方が多いのでしょうか。これですはい。ね、超高校級の骨ほかたくさんの方からですね、同ネタいただきました。あ、そうですね。吹き替えとかでは結構戦う女性、かっこいい系の女性をやらせていただくことは、まあメインなんですけど、こういうアニメーションとか、あとゲームの方では、女の子っていうのはないですね、ほぼ。マジで？はえ、い。全然ないの？全然なんかね、でも、あっても女性です。女の子っていうのは、ほんとくです。そういう意味か。つまり、はい。可愛らしいっていう意味ね。いや。パクロミさんめはぐ本み体、姉さんはそんなこと言っいや、てないパですクロミさんはよ。本体は非常に可愛らしいのに、そ何うがななんんかですそういう、よ。私、可愛いんです。そっちか、そっちか。はい。まあ、そんなパクロミなんですけど、まあ、とりあえず、もう別になんかもう大ベテランだしですね。そんあんなこまとなんないか、ですよ。そんなことないよ、おっしゃいますまあ、かそうだな。私もそうなんだけど、あまりベテランって言われると、そうかなとか、自分では思っちゃったりするよね。結構ね、ずっとね。まだまだ若手のつもりなんですけど。あ、そうだね。はい。若手若手。ちょっと目を見てください。分かって分かって。岡田さん。はいはい。